じゃあですね、皆さん。はい。バスですね。ここね、喫茶店なんですよ。はい、なので、まあ、見える範囲に人はいないんですけど、まあ、見えないところにいるということで、ちょっと一回やってみてください。はい。じゃあちょっと一回流すので、ちょっと見てください。ここなんですけど、まあこの喫茶店にまあ人がいるというふうに思ってやってください。はい。そしたらですね、じゃあまず半分の人、じゃあ前にいる半分の人で、大体こうもうはっきりとやる人とやらない人決めてください。まずやる人で一回と、あれ、大丈夫？はい。じゃあやる人手を挙げてください。半分ぐらいしたいです。前の方の人ですからね。どう？で、それを1回やったら今度は今やんなかった人にやってもらいますから、大体半分ずつになってほしい。大丈夫ですか？大丈夫？はい。じゃあまずはい、やる人決まりましたね。はい。じゃあその人たちで1回テストして練習してみましょう。すごい技。この店さ、コーヒーがめっちゃうまいんだよ。あれ見た？見た。すいません。コーヒーお願いします。すごい。そうでもない。どれだっけ？いよいよ。まず匂い。ていうかさ。はい。点数がやばい。え？コーヒーがやばい。まあ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 、なんか注文しよう。私ケーキがいいな。いいね。じゃ頼もうか。何ですね。すいません。パンケーキとイチゴパフェお願いします。すいません。来たよ。じゃコーヒーを2つと。じゃあいただきます。ケーキを一ついただきます。そっちはちょうだいよ。ちょっと待って、一口食べてから。ホットで、どうする？じゃあ俺のやつも半分あげるからさ。じゃあミルクを。はい、お願いします。パンケーキめっちゃうまいじゃん。パフェもすっごく美味しいってめっちゃ評判だよ。どこで聞いたの？そうだね。いやもう周りみんな言ってる。さっきと同じのもう一個ください。行ったことある？本当に美味しいね。私俺になっちゃおうか。また今度来よ。落ち着かないんだよね。ここ一人で来たら。そう。そういえばさ、可愛い店員さん、たくそうやんだ。はい。で一回やってみて、どうですか。今マイクからどのぐらいの距離にいますか。今。マイクから50センチぐらいの。あれだね。で実際さっきプールやった時よりも。もしかしたら寄ってないですか？寄ってます。ね。
なのでもっとね1、2歩下がってください。そうでね、今結果的にどうなったかというとですね、あのすごいね、あの声が大きい感じになって、ガヤっていうこう馴染んだ感じで全然なってないんですね、今のだとね、はい、ということが言って、それとあのあれですよね、喫茶店だからそれにしてはみんな元気良すぎない、あんなよね、なんとかでねって結構言ってるけど、そんなでかく話すかなって考えると、やはりあれだよね、今度は皆さんがこれからあの実際声優の勉強してるんであればよく口にすると思い、聞くと思いますが、距離感というのがありますね。この距離感というのが声の要するにあの職業にしてる人はものすごく大事になってきます。でマイクとどう付き合っていくかっていうことが非常に大事なことになっていくので、まあいわゆるマイクワークも含めてですが、そのマイクで距離感をどう出していくかっていうことで、でその距離感の出し方は、ひとえにやはりあれですよね、いわゆる圧のかけ方で変わってきます。だからやっぱりそうだよねってやったらこれ距離出ますよね、うん、だけどそうだよねって言ったらこれ間近になりますよね。だからこうやって距離感を要するに測っていくということになっていくので、映像に合わせてですね、声優の人たちはみんなやっぱりその細かいあの調整というのをしているんですね。で例えば男性と女性のカップルが話をしているとした時にですね、例えば距離感が一致しないとですね、要するに場所が全然空間が一致しないということになっちゃうので、必ずやっぱり喋ってる相手と同じ距離感にしないと、やはりあれですね、あの作品としては成立しなくなってしまうということになるんですね。で今あのみんなは基本の基本をやっていて、隣の人と、もしくは隣の周りの人と喋るようにしてたの、そこはいいんですけど、でももしかしたらその隣の人との距離感が普段の自然な距離感じゃなかったんじゃない、今のもしかしたら思いっきり喋ろうとかね、一生懸命になったがために圧がすごい強くなってるっていうのが現状だと。だからそこで距離感を調整するということをしっかりここでね覚えてしまった方がいいと思います。じゃあその距離感をちゃんと踏まえた上で、マイクから2歩ぐらい下がった上で本番を取ります。はい、じゃあ行きますよ、今度本番になります。いやこの店さ、あのさ、コーヒーがめっちゃうまいんだよ、昨日のやつ見た、コーヒーと、そう、あと何か頼む、ほら、ニュースであったじゃん、お願いします。そしたら、じゃあ、見た、すごくない、すいません、パンケーキといちごパフェお願いします。でもさ、なんでアメリカ大会に来たよ。よし、さあ食べようか、わかんない、いただきます。知らない。まあ、とりあえず、パンケーキとココアください。ああ、そうだね。ココア美味しい。そのパンケーキさ、ちょっと半分ちょうだい。じゃあ、コーヒーでパフェも半分ちょうだい。じゃあ、半分。じゃあ、一口でいい。一口ならいい。じゃあ、はい。すいません。そのケーキもうまい。これも美味しい。ケーキが一つ。じゃあ、このケーキ。このコーヒーも。お土産で買ってもらおうか。そうだね、はい、じゃあお願いします。すいません、パンケーキお土産一つ。楽しみだな、パンケーキ。パンケーキ好きやろ、すごくおしゃれじゃん。まあ、どうにかなるか。恥ずかしいんだよね、それ。そう、一人で来たらさ、もうってなるの。どうしたもんかな。だって可愛い人物がいじめるもんね。そっか、数学得意だから教えてあげる。特に面やっていいか分かんないじゃん。ね、意外に難しいよね。やっぱり距離感がやっぱりね、すごい 遠いというかですね、声の大きい人がね、やっぱり数人いるんでね、そのどの一軍とは言わないですが、ある多分2人から3人のグループがですね、非常に声がでかいということがあって、こう目立ちすぎちゃうということになりますね。なんでそこのところのやっぱり声の出し方ですよね、ここのところをやっぱり考えていくように今後なっていけばと思います。
で、なるべくスムーズに喋ってもらった方がいいんだけど、声が立ってくるとものすごくはっきり出てくるんで、そうするとあれだよね、やっぱり、ちゃんと言葉として喋っていかないといけない。だけどガヤの概念でいくとあれだよね、いやでもさ、なんね、今日は俺学校行ってさ、こういう風にやっちゃうと完全にもう立っちゃうけど、うん、いや学校面白かったね、あそうそうそう、あそうそう、あったよね今日ね、だからいや俺帰っちゃう、いやそんなことないじゃん、何言ってるか分かんないじゃんこれさ、分かんないけど、こういうのだったらガヤなじむんですね、別にいいんですよ、何言ってるか分からない方がってなっちゃうと、ああそっか、でもなお前だってそう言ったじゃん、あそうだっけ、いや別れるなんて言うなよ、だからまだ好きだって言ってじゃん、ああ分かった、ごめんごめん、冗談冗談だと、このぐらいで喋っときゃあれだね、まあちょっと分かるけどなんか分かんないじゃん、はいはい、だけど君好きだって言ったじゃないかってやったら、これ周りの人みんな見ちゃうよね、これね、はい、告白してるぜってなっちゃうじゃないですか、ガヤってそんな意味を持ったらいけないものになるんで、そうやって抑えみたいなことをやったりしますね。なのでまあその辺はあれだよね、いい勉強になったと思うんですが、ちょっと出過ぎかなという気がします。そうじゃない人も言いました。じゃあ今度はそれを受けて今やらなかった人たちとチェンジしてください。はい、はい、いいんですよ、今日できなくてもそれしょうがない、座らせといたらいいですか、あ、じゃあ座ってもらっていいかなじゃあ今や今度やんない人座ってください、じゃあで今度やる人はあんまりマイクに近づかずに大丈夫で、あんまり喋り、なんではっきり喋りすぎちゃうとなんだよね、はい、どうせ話続かないんだからね、山田さんみたいなって次から次へとね、じゃあ喋れる方はいいけれどもね、そうはいかないと思うんで、はい、じゃあ行きましょう、はい、もちろんね、最初のグループがやったのを受けて、ポイントを聞いた上でやったけど、まああのなんですよね、自然な感じで溶け込むような概念になりつつあるというところだったと思います。うん、じゃあ本番で撮りますが、もう気持ちを抑えてください。はい、はい、じゃあ行きます。本番です。
はい、だいぶいい音量になりましたね。そうするとね、なんとなくこれはね、今のとっても良かったと思います。で、実感してもらうといいんですよね。あ、このぐらいの音量なんだっていうところが、はっきり言ってそれは分からないよね。分からなくて当然だから、あ、そうかって、今は OK 出てるけど、あ、こんなんでいいんだっていうね、ところって分かるよね。だけどさっきのプールのシーンはそうじゃなかったですよね。あれはある程度やっぱりね、賑やかなところなんでっていうところになりましたよね。だけどあそこはあんまりハリハリにすぎると、結局は、なんていうかな、汚いノイジーになってしまうので、まあ、だからそこもやっぱりあまりハリハリにするだけじゃなく、やった方が良かったりする時もあります。はい、今自分でそうやってその圧の音圧のコントロールをすることで、こんなにやはりマイクに乗った、音の骨格というのが変わってくるんだということ、これをね、今第一のチームの人もそれもしっかりね、覚えてもらうと今後の参考になるかと思います。でそれは基本的にはセリフをしゃべるときも全く同じなので、やはりこの距離感というものをですね、しっかりと思って、でどんな音で喋ってるのかっていうようなところの、要するに圧のかけ方が分かってくると、マイクとの付き合い方が分かってくると、声優さんとしての技術が上がってくるということにもなる。ただあんまりその技術にとらわれちゃうと、本来の芝居というものがおろそかになってしまうので、あくまでもそっちのね、やはりキャラクターを作るというようなことで、ここにいるガヤの人たちも、まあ、ある意味キャラクターたちですから。だけどこれは要するに、脇役という、脇役、配役と言ったりしますが、そっちの方のキャラクターということになるので、その、立ち位置ですね、そこの何のために必要なのかというものを考えてくると、キャラクターの作り方っていうのは決まってくるのかなと思うので、ガヤっていうのはそういうようなことなんだなということをちょっとだけ思ってもらっていいかなと思います。はいはい、じゃあそれを踏まえて最後にですね、7カットです。7カットちょっとですね、公演がちょっとだけ出てくるんですけど、はい、7シャープなんですね、7番なんです。まあここでココアを探してるんですが、まあここもですね、他の人は映ってはいないんですけれども、いないんですけども、この前ぐらいですね、頭の方で、7ですか、シャープ7、シャープ7、はい、これね、ここになってますか、さっき見てたの4ぐらいのところ、ここだけか、見てました。でここね、一瞬ちょっと外が公園が映るんですけど、ここまああれですよね、公園と映ってませんが、公園にいる人たちを思い浮かべてちょっと一回やってみました。はい、あ、じゃあこの今立ってる人たちちょっとやってみてください。はい、はい、ボール持ってよ。はい。そしたら、ここもほんの一瞬なんですが、ね、ほんの一瞬ですが、ちょっとやってみます。一応撮ってみます。もうちょい前から見せます。頭の方から。私バニラ。はいはいはい。はい、OK です。
じゃあもう一組の人交代してください。じゃあほんの一瞬なんで、子供とか親子と子供たちとかね、男の人はそういう時はどうやって、ね、あんまり目立たないようにした方がいい。はいはいはい、はい、行きます。公園です。とか幼稚園生とかね、うん、じゃ女性を中心にちょっともう一回やってみてください。はい、子供です。今度はまた座ってた人とちょっと逆転してください。じゃあこのさっきも撮りましたが、このあれですね、ゴムボートがバッとひっくり返されて、そんで周りにいて被害を受ける人たち、はい、何